元気が出る大チャンネル、大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。今僕は相模湖プレジャーフォレストリゾートに来ています。イルミネーション600万球の LED があるっていう、昼間はですねバーベキューであるとか温泉があったりとか楽しい遊園地があったりとか、もうレジャー施設がある、そんなエリアなんですが、冬のこの限定のこの期間だけ夜綺麗なライトアップされてるんですね。まずは今日ここに来るまでの間に滝野英二先生、作詞家の滝野英二先生にイベントで呼んでいただいて、ステージで歌ってきました。藤森美代さんのまあクリスマスのライブだったんですが、そこの模様をちょっと今から見ていただきながら、その後ゆっくりとこのイルミネーションを楽しんでいただいて、今日はそんなゆったりとのんびりと目の保養していただきたいなと思って動画を配信します。ではお楽しみに。大チャンネル。かりそめの恋という言葉が出てくるじゃないですか。かりそめの恋というのをふっと頭の中でどういうイメージかわからなかったので、地引きを引いたんですよ、地引きを引いたの。そしたら書いてあったんですよ、かりそめの恋は雪吊りの恋と書いてあって、で雪吊りの恋もなんとなく心配で地引きを引き直したんですよ。そしたらかりそめの恋って書いてあった。戻ってきちゃったんで、ね、さあすいません、今から歌わせていただくんですが、この歌に合わせましてハモリが黄昏の桟橋でブルースがよく似合う。スタンドマイクも用意していいですか。黄昏の桟橋はかりそめの恋をして、今を蘇る先生、ありがとうございました。それでは聞いてください。函館本線。凍りついた線路は今日も北へ向かって伸びてゆく。窓の向こうは石狩平野、行く手を遮る雪ばかり。さよなら、あなた。北へ北へ北へ帰ります。あなたの愛の裏切りを責めれば惨めになるばかり。一人一人身を引く函館本線。今日ですね、横浜のわがままさんのところで、藤森美代さんの2020、まあ、クリスマス忘年会、ね、はい、パーティーに、ちょっと顔だけ出させていただいて、そこには師匠の、ね、滝野英二先生もお越しで、北川大輔の男と女の作詞の先生でもいらっしゃいます。藤森さん、本当に今年大変でしたね、はい、いろいろね。そうですね、まあでもおかげさまで、大館のテレビで、はい、皆さんに聞いていただいておりますので、はい、はい、ありがとうございます。いつもの歌の人生の、本当にあの番組のゲストで来ていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先生どうですか、今年1年。あ、すごい、あのね、大変なことは今度全国民そうなんだけど、気持ちの中でね、来年を迎えるこのエネルギーを今日掴んで帰ったかなと思いますよ。そうですよね、はい、あの滝野先生は小林幸子さんの泊まりであるとか、マルシアさんの振り向けば横浜であるのか、もうたくさんヒット曲書かれていらっしゃって、今日はあのその中で一曲、函館本線をね、あの、はい、歌わせていただいてということなんですけど、ありがとうございます。すごい、はい、なんか音符で聴かせていただいております、はい、先生のギターで、そう、ギター歌ってらっしゃいます。はい、はい、ありがとうございます。びっくりしました。はい、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしく、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。イベント楽しかったでしょ。さあこれから皆さんをイルミリアンにお連れしたいと思います。すごい綺麗です。光の花畑いいですね。うわこれ完璧。これ何、これ吸い込まれるような LED の花畑、綺麗だな。コロナになってお仕事がちょっと時間ができて、こうやって YouTube 大チャンネルを始めて、その恩恵でしょうか、こんなに綺麗な景色を見るなんて普段ではありなかったもんな。感謝です、皆さんのおかげです。すんごい綺麗、ピンクと樹木は白、そして奥はブルーの LED 雪だるまかな、かわいい。わ奥には緑、すごいなこれ。これなんだろう、白いボックスがあって、あ、メールなんだねこれね。あーなるほどね。へえー、すごい綺麗。あ、後で寄ってみよう。すごい綺麗です。なんかみんなで火に当たっています。いい雰囲気です。したフードコートになって食べたりしています。先ほどの上から見た迷路です。みんな楽しんでます。なんか楽しそう、行ってみようかな。あれ出てきてるし、うわすごい綺麗。いきなり、いきなりこれどっち、ここで出口だ。お、よかった。最短距離だった。出たー。出口。すごい広い敷地で、ね、今からですね、こちら、虹のリフト、行ってみたいと思います。ここの売りなんですよね。リフトに乗って、下を LED のにバーッとこう虹の中をこう行けるんですって。行ってきますね。あー気持ちいい。また大きな声を出すなど、さあリフトに乗りました。ご迷惑になる行為はご遠慮ください。先ほどの雪だるまです。リフトを降りる際、隣の人の車両に、あーすごい綺麗。あー気持ちいい、これ最高だね。 LED の絨毯の上をリフトが進んでいます。約10メートルぐらいかな、地上から斜めにリフトで進んでいます。うわー綺麗。ほとんどカップルだし、なんで俺は有森ちゃんと2人で来てんだろう。皆さんに楽しんでもらえたらいいな。260m リフトで上がっています。気持ちいい。さあ、まもなく到着です。頂上駅です。トナカイさんがいます。まもなく到着です。降りたら左に進んでください。はい、無事に到着です。ポケモンミュージアムになってて、かわいいピカチュウ。
ピカチュウ。綺麗です。すごい綺麗だね。ポケモンイルミネーション、ポケモンのキャラクターがそれぞれアトラクション的な感じでいろいろ飾っています。すごいな。家族連れ、カップル、それぞれに楽しみながらアトラクションを楽しんでるみたいです。綺麗なブルーです。子供玉が、子供たちが、あれは楽しいよね。お、お、綺麗。ここにいた。ピカチュウ光の森。おお、ピカチュウがいっぱいいるよ。すごいよ、見て、ピカチュウ。かわいい。たまんないね、これ。めっちゃ速くてめっちゃ怖くて高くてビャーってすごかった。あー怖え。制覇。いやーなんかすっげー怖かった。乗る？半端ねえよ。落ちるときこだね。あーはい。幻想的です。ゴンドラです。すごい綺麗な夜景です。下りのリフト乗ってます。すごい綺麗。来てよかった。600万球の LED で作られているそうです。さあこの景色の中で星空のツイストを歌います。忘れられないあの子に似てる。揺れる眼差し生かしてる。恋に落ちたらハート年齢20歳だぜ。バラの唇胸キュンキュキュン、見つめられたらあっちっち。どんな恋してきたの、ボディのくびれが悩ましい。シェイクシェイクシェイク、シェイクシェイクシェイク。
返さないよ帰らないでシェイク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 お嫁においでよ I love you イエーイ。こんな綺麗なイルミネーションの中星空のツイストを歌いました。来てよかった、すごい綺麗。しっかりと目に焼き付けて帰ります。すごい綺麗、ピカピカ、気持ちいい。どんどんまずバタフライ、すごいエリアがたくさんあってミニジェットコースターとか。ありがとうございます。足元に気をつけて見てください。これは楽しいな、トロッコだね。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。つかの間のひとときでした。イルミネーション、もうこの季節ならではの、もう素晴らしいですね。光に包まれて抱きしめられた感じしませんでしたか。はい、アリちゃんどうだった。いやー綺麗でした ね今日来れてよかったです、ね。まあ、この季節しかありませんが、皆さんまたチャンスがありましたらぜひ行かれてもいいのかなと思っています。空気も美味しかったし、相模湖リゾートフォレストいいとこでした。またお会いします。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。